よかったですよ、会えて。ありがとう、本当に。こちらこそありがとう。本当に、リスナーさん喜んでますよ。海映った瞬間に、もう200人ぐらい、バーッと集まって、100人ぐらいだったのが。ごめん、充電切れたから一回戻ってきた。はい、ワダツー。沖縄の海楽しんでね、みんな。ちょっと傾いてんのかな、こっち。ですね、太陽が。写真にもあげたから、マリモちゃん見てみて。やばいよ。おはよう、真田幸村さん。今、ゆっくり、太陽が昇るところみんなで見てたの。ういスティールいらっしゃい。やばいぜ。あ、黒い雲が雨を。スコールみたいな感じだよね。たくみさん、おはよう。いやー、これはやばいわ。たくみさん、超いい映像撮れてるよ。ちょっとこれ、マジでなんか寝るようになっうわ、てすごいすごい。髪が神々しい。すごいすごい。なんだ、これ伝わるかな？伝わるかな？なんかね、なんて言うんだろう。雲と雲の間にカーテンがかかってるんだけど。あー、カメラじゃ伝わんねえか。もったいない。これ見せたいな。写真が伝わるかな。すごいことになってるんだよね、今。見える？違うんだよ。もっとね、高画質じゃないと見えないの。肉眼でカーテンが、写真あげよう、ツイッター。伝わんねえんだよね。生で見ないとダメなんだよな。写真でもダメですね。そう、太陽と雲の間にカーテンが、雲と霧のカーテンみたいなのがかかってんの。竜みたいな。竜のひげみたいな。すごい光景だよね。違う、コントラストが。こっちが太陽で、今晴れた、こっちが島ね。こっちが島。これもまたいいよ。いや、すごい、沖縄は。ちょっとコメント消そうか、綺麗な景色すぎて。これは、ね、景色を楽しみたいよね、みんな。やばい、これは。もしかしたら合ってんのかもしれない。あー、なるほど。瞬間的に。本当だ。そう、雲のカーテンが。なんて言えばいいんだろう、これ。初めて見る現象だから何とも言えないし、向こう側もすごいのよ、また。メルヘンすぎる。ちょっとそれも写真撮るわ。もうね、伝わらない言葉と。すごいっすよね。俺も伝わらないな、カメラじゃ伝わらない。伝えたいのに。肉眼じゃないとね、この凄さは。うまく伝わんねえな。雲の階段とかもあるんだ。すごいね。通り雨来る？マジで？スコール来そうな気、あ、ほんとだ。来るな、これ。あ、あれやっぱ雨っすね。近づいてきてる。そうなんです。スコールが来るって。スコール来るって。絶対。車の中に機材持ってった方がいい。あ、これありがとうございます。ちょっとさ、退避しよう。退避するわ、ありがとう。これ来そうだわ、スコール。
教えてくれてありがとう。機材ぶっ壊れるところだったわ。コールが来るって。コールが俺を呼ぶ。コールへと絶頂。やばいね、沖縄来たって感じが今してる。これ来るな。ごめんなさい、開けていただけますか。申し訳ないっす。申し訳ないです。すいません。よいしょ。お邪魔します。充電器を。はい。じゃあ行きますか。引き続き。でも。うん。もうじゃあ向かいます。そうですね、はい、そろそろ。どっか適当に降ろしていただければ歩きますよ、僕。お忙しいだろうし。ごめんなさい。あ、いいですよ、いいですよ。大丈夫、大丈夫。あ、一回止めましょう。なんか落ちた。大丈夫。これと。あ、大丈夫です、大丈夫です。全然。通り雨とかわかるんだ、やっぱ地元の人は。雲とかで、うん、確かに湿度が急に上がった。あ、そうですか。じわっと、うん、すいません、エアコンが壊れてて、あっち側の、はい、もう渡っちゃっていいですか。あ、もちろんもちろん。風が冷たくなったりするんだ。いいっすね。うん、あー、気持ちいい。沖縄だよ、ドルさん。おはようございます。沖縄、沖縄のどこなんだろう、なんだろう、なんて言えばいいですか。沖縄のどこですかって言われて、僕は地名が分かんなくて、また沖縄のどこですか。はい、沖縄の浜比嘉島です。浜比嘉島です。ありがとう、はい。うんうんうん、綺麗だね。
人参が取れるんです。人参だからキャロットアイランドって言われてる、はい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 。あと、もずく、もずくも作ってるみたいです。へぇ、すごいよね、ドルさんね。最高よ。あ、めっちゃうまいんだ。筋トレしてた、うん、多分映ってる、この橋の下でも撮れるんだ、もずく。あと空のスケールが全然違うよね、みんなね。空見えないもんね、新宿は。でもここってあんまり観光客、地元の人のスポットみたいなの来ない。よっぽど時間がある人だったら来ると思うんですけど。いや、ここはすごい最高。最高でしょ、ブヨマッチョ。最高だよね。何にもいらないよね、もう。本当に。地球やばい。沖縄やばい。あ、そうなんだ。さっきの、なんて読むんだっけ、チャタンだっけ。チャタンで見た景色も地元の人なんだ。ディープスポットだね、ディープスポット。地元の人が、だけが知ってる、ね、観光ではあんまり来ない場所。そういうところがね、一番みんな見たいわけじゃん。じゃあ、持ってはいるけど、省かれちゃうみたいな。あー。結構ほら、美ら海とか、はいはい、入ってるじゃないですか。どうしてもそっちに時間がかかっちゃうから。そうですよね。でも地元の人がやっぱいいところ、本当にね、いいところ地元の人にやっぱ聞くのが一番いいよね。お城は見たことありますか？城？首里城？いや、発連城市ってとこがあって、うん、ただ城跡なんですけど、ね、多分今からっていうか
キツタタンいたよ俺、うん、カツレン城城跡、カツレン城市近いんですよ。カツレン城市は見た方がいいってマリアさんも言ってる。じゃあ行っちゃいましょうか。いいよいいよ、今はもう時間ないでしょ。大丈夫です。だって、うん、来ないんじゃないですか。わかんないもう気分屋だから俺ら、ね、うん、ね、えなんか多分こんなさそう。どっちかって言ったら、うん、逆側の海の、なるほど、なんていうんですか、観光スポットとか結構あるので、うんうんうん、ちはちょっとあんまり来ないと思うので、ご近所さんなんじゃないの、ステイルとマリアさん。あ、そうなんですか。わかんないけど、なんかえぇ、ー、サタンにいたのって、私近かったって言って、で、うん、世界遺産なの？ま、え、アマワリが祀られてるところ。アマワリってなんだろう。アマワリっていう、うん、なんていうの？神様。いや、王様じゃなくて、王様じゃなくて、首里城に、首里城があって、首里城の王様っていうのは将、将なんとかさんとかなんですよ。で、それの、なんか、下っ端じゃないけど、下っ端なんて言ったらいいんですかね。なんだろうね。なんか、この歴史上に、この天割っていう人と、誰だったっけ、あの人。中城城の、誰でしたっけ。でも会社午前9時からって書いてあるよ。入れないんじゃないの。ああ、そうですか。でも見るだけでも、あ、近く行くだけでも伝わる、その凄さは。はい、あ、じゃあぜひ。なんか読めない。なんとかしよう。なお、なおともしよう。ごめん、カタカナで書いて。わかんねえわ。天割と、あ、思い出せない。今ね、漢字で書いてあるんだけど、読めない俺が。昭和史。昭和史王。昭和史王が、首里城の王家の。王家が2つあるってこと？簡単に言うと。あ、うん、あの、天割とかは王様じゃないです。武士。武士。武士。武将。武将。なんていうの、ここら辺を仕切ってる。大名。大名とも違うしね。大名みたいな。地主じゃないけど、でもなんとなくわかった。その王様がいて、そのさらに下に、そのなんか村長じゃないけど、その村長っていうか、まあ、この城を、城の城主、城主、で、この発言王族の天割って人と、中城城城の何だったかの忘れたけどが戦う。おー、豪族か。豪族だね、多分それだ。豪族だ、それだ多分。ファンタありがとう。っていうところが、亡き神城って今って書いて、今の今って書いて、帰るって書いて、神は人面に亡き神城ってとこが北部の方にあるんですけど、そこはもうとっても綺麗ですよ。はあ、ユネスコ世界遺産なんだ。最近物忘れが激しくて俺も最近ね、言葉が出てこなくなってる。全然。あの、それとか言って、今、天割って書いてある。ほんとだ。天割って書いてある。ダイソー、天割市場って書いてある。ここら辺は、与那城っていうところと、カツレンっていうところと、一緒に横津って言うんです。
やだな。なんかさっきリアドしたステイルさんとマリアさんが実は姉妹なんじゃないかっていう疑惑がね。じゃあ一、うん、人しか来なかった。それって奇跡だよね。姉ちゃんと妹が全く関係ないところで俺の放送を見て出会うって嫌だよね。笑うよ。もうちょっとですよ。もうちょっと近い。姉妹揃ってリスナーって面白いね。登らないといけない。あれです。あれ？あれ。これだろ。え？あれ何あれ？あれだよ。え？あれ？おお、すごいすごいすごい。何あれ？あれがお城跡で。へ、うん、うわ、すごい。入れないんですよ。入れないね、多分。わあ、すごいわ。石垣あれは。石垣です。やっば。ちゃんとなんかこう、ここは何だったとか、ここは部屋だったとか、なんかちゃんと上に登ったら書いてあるんですけど、結構登るのが大変なんです。なるほど、うん。ありがとう、見せていただいて。でもここから、こう、うん、なんていうんですか、うんうん、このチューブの一端を一望できるんですよ。なるほど。まあ、お城はそうだよね。あの、なんか、軍事。うんうん、攻め込まれた時のために、ここと中城っていう、うん、中城って中、うん、中に城は薄くて、ほうほうほう、うん、こことこう、あ、ここで、本当だ、すげえ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 、ちょっとあ、映らなかったかな、あ、ダメだ、映らなかった、ごめん、ちょっとくるくるっと回らせてもらって、うん、入れんのかな、いやー、多分お金がいるんじゃないかと思うんですけど、何なんですかね。どうなんだろう。これって入っちゃダメなんだよね。これ入っちゃダメなんだよね。てか電波がない。電波がないんだ。電波がないっすね。見れる。これ入れんのかな。お金払うのかな。あ、資料館。でもなんか勝手に入っていいオーラは出てるよね。鎖とかないから、うん、ただこっちには止めないでっていう、うん、スマホで点検するとくれる、 Wi-Fi とかあれば取れるんじゃない。どうなんだろう。まあでもどうなんだろう。登った方がいい。みんなどう。電波悪いっすね。電波、入場は無料なんだ。え、これ中入った方がいい？登ってる人がいる。あ、登ってる人いるわ。大丈夫だ。行ってみます。じゃあ、あっちに車止めないといけないので。了解です。今、登ってる人いたわ。大丈夫だわ。見た方がいい、絶対。いいと思います。了解です。私は。了解で。地元の人が。本当に向こうのようなのに、入場無料って書いてある。こっち入るのはちょっと落ち込んじゃってもいいですか。 OK、 横断歩道を使うと、いや、なんか今ホースしてるみたいです。あ、そうなんです。あ、ごめんなさい。あとリュック取ってもいいですか。あ、大丈夫です。はい、手に開きます。はい。あ、いや、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと待ってね。今電波大丈夫かな。電波の神様頼むよ。問題電波だね。最悪の最悪、写真撮っとくからツイッターフォローしといてください。見たい人は。
ジーパンがまだ硬い。馴染んでね。今のところ電波 OK、 ありがとう。電波切れたらごめんね。ここは神、電波の神様にお願いするしかないから。よいしょ、よし、か、行きましょう。じゃ行くよ、みんな世界遺産見に行くよ。世界遺産なんですね。なんかユネスコに登録されてるって。重たい。いや、めちゃめちゃ重たいっすよ。もう慣れました。もう配信業は私でもパソコンこんなにちっちゃいと思わなかったです。パソコン前もっとでかかったんですけど、新しいの買っていただいて。あ、こっちかな。あ、電波大丈夫そうだな。セミが鳴いてるわ。あ、電波やば電波やばいな。ちょっと急ですね。かくついてきたね。あ、でもこれ朝だからまだ涼しいから。ねえ、日中だったらこれ大変だ。ああ、ダメだな、電波。ダメですか？うん。でも、頂上に行ったら復活するとかあるから、頑張ってみよう。カクカクかな？まだダメ。ラジオ配信か。あー、すげえわ。悲惨だわ、これ。全然ダメですね。これはすごい。石垣。こうなってるんだね。こうなってるんだねっていうか見えてないと思うけど。ごめんね。これ上まで行きます？あ、でも階段ある。あ、ダメだな、完全死んだ、電波。あ、大丈夫だ、大丈夫だ、復活してきた。どう、みんな。頼む、電波。来てくれ。せっかくのいい映像だから。頼む、みんな。電波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 の神様、頼む。みんなにいい映像を見せたいんよ。うん、行ってらっしゃい。マリアちゃんまた来てね、フォローよろしく。あ、こっちか、こっちだ。すげえな、石垣で。すげえ。おい、タチョ、おはよう。電波来た？やばー、この風景。やばいね、みんな。
やばいっすね、これ。やべえ。向こうの島まで全部見える。なんか、神がかってるな。神がかってるよ。え、電波の神様が愛してくれた俺らのこと。治った。よかった。世界遺産だって、ここ。え？何？え、何これ？ナメクジ？違うでしょ。何これ？カタツムリじゃない。カタツムリでかくね？でかいよね。何これ？え、何これ、カタツムリのデカさやばくないこれカタツムリデカすぎるでしょ、やばくないこれ、みんな金も笑うわ。アフリカマイマイかな、やべえ、もう汗がすごい。アメリカマイマイ、すげえな。整備したんですかね、はい、いや、ゴジラだよね、完全に。うわぁ、着いた。俺3時間ぐらい登ってたんだよ、みんな電波プツプツで見えてなかったと思うけど俺3時間ぐらい登ったかんね、やば、これはすごい。はぁ、いい景色、すごいわ。お城の跡だ。おはようございます、おはようございます。うわ、あ、そうです、テレビ局の方です。嘘です、あのインターネットテレビを自分たちでやっていて、今、そうです、そうです、リアルタイムで今200人ぐらい見ていて、個人でやってるんです。はい、ありがとうございます。嘘ついてごめんなさい、はい、はあ、おはようみんな、暑い。おー、なんだこれ、かわいい白い鳩、何これ、鳩、鳩、鳩、え、真っ白の鳩、鳩ですね、鳩かな、鳩だ、え、真っ白なんだけど、すごいね、真っ白の鳩がいた。さあ上行こう、登るよ。うわ、すごい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 わ、やばい景色が。いやー、これテンション上がるっしょ、お城だぜ、うん、っていうかさ、これ柵内のまずいでしょ、危険登るなって言ってるけど、これ落ちたら死ぬからね。違う、こっちで、え、こっち、あ、これを登るな。え、じゃあ、ここに柵がないのおかしいって。崖なんだもん。これさ、金梅さんとか絶対登るからね、これ。で、死ぬからね。いいよ、もう。それはそれで。それはそれで。やべえな。絶景。電波あってよかったわ。みんなありがとね。みんなのおかげで、沖縄来れたよ。みんなありがとう、今まで応援してくれて。金梅さんは登るっしょ、あれ。登るなって振りだと思うから。手広げるんじゃないですか。金梅さんやばいっすね。登りますよ。やばいっすよ。怒られますよ、金梅さん。光る。登るだろう、とか言って。もう登っていいっすか、ばあさん。似てるでしょ。あっち、これすごいな、汗がダックダクよ。おはようございます、ハートありがとう、アイテムありがとう。すげえ綺麗、やっぱ世界遺産すげえわ。あ、危ねえ、踏み外した。そうね、階段が不安定、ここが一番上です。
暑い。やばいね。症状つきました。なんだこれ、井戸。なんだろう。やば。やばいね。神様だよ、神様。やばくない?みんな。やばいっしょ。これやばいっしょ。いや、空がね、近いんだよ。空が近いっつうか、でかいっつうか。すげえいい、沖縄。すごいよ。絶景だよ。やばいっしょ。やばくない?やべえ。向こうが南部?ああ。え、南部っていうのは那覇とかがある方?糸満とか。糸満まではないと思うけど。おお。南城市ですかね。すごい、これは王様が見た景色だよ。王様が国民中を見渡せる景色。すごいよ。ハゲのこと思い出せないでください。やめてください。和道さんのハゲ忘れるぐらいすごいとかいらないです、そういうの。求めてないから、そういうコメント。やば。360度まっすぐ見えて、海が見えて。すごいよ。トゥトゥトゥルテントゥトゥンだよ。トゥトゥトゥルテントゥテントゥンテンだよ。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。フォローよろしく。すごくない?ほら。向こうが、南部の方なんだって。島唄ってあれ?デーゴの花が咲きだっけ?それで合ってる?風を呼び嵐が来ただっけ?でもあれね、沖縄の人じゃないかね、あれ歌ってんの。あれね、関東だけで売れてて、沖縄の人あんまり浸透してないから。そう。歌ったら何の歌って言われたもん、沖縄の人に。すごいよね。王様が見た景色だよ。そうなんだよ、あれ。沖縄の人っぽく歌ってるけど、沖縄の人じゃないの、あれ。すごい、ほら。そう、海と空がもう一つだし、さっきも、いやー、ここ楽園だな、ほんと、沖縄は。楽園だわ。ほんとに。すげえ。汗もすごい。飲み物飲んでいいっすか?やべえ、車に忘れた。ある？あ、持ってきた、ありがとう。いただきます。水いただくわ、ちょっと。もう脱水症状だよ。沖縄の熱気にやられてっから、俺。はい。ありがとう。ぬるくなってる。サンキュー。いただきます。熱っ。バーガー10個ありがとう。バーガーありがとう。あの辺が泊まるホテルかな。ちょっと見てみよう。あそこは何か向こうの方。火力発電所です。火力発電所なんだ、あれ、はい、火力発電所、水力、火力、うん、湿度、3瓶じゃ飲んだよ、いただいたやつ。ていうかもうね、沖縄来てからまだ1日経ってないんだけど、ペットボトルのね、ジュースね、何本飲んだ?7、8本飲んでる。ずっと飲んでる。汗が止まらないの。うん。地方の、あ、そうなんだ。琉球王朝に抵抗した?じゃあ、アナーキストの王様じゃないですか。反体制勢力の城なんだ、ここは。すげえな。だから、豪族でしょ?豪族。
綺麗でしょ。ヒロさんいらっしゃい。みんなもしよかったらフォローしてね。沖縄まだまだ旅続くよ。沖縄の旅続くよ。発電所とか昔はなかったんだ。すごい。畑とかも全部見えるもん。ん？多分うっすらと見える。あっちの方がある。あっちの方。はい。こっちは腕なしの。すごい。フォローありがとう。でもすごいよね、この世界遺産登録されてるところをこう素通りできて柵も何もないっていうこのなんか守らない感見てけばいいさーっつってあの開園時間9時から6時って言ってたけど、誰もなんか勝手にもう近所の人が入っちゃうっていうこの自由な感じいいよね。このビジネスからビジネスやる気全然ないっていう、いや、やっぱね、閲覧はね、あれなんですよ。こうやって、いい配信をやってると、リスナーさんは答えてくれるの。そう。閲覧はね、いい配信でね、必ず、みんな、こんな感じ？その、石垣から、向こうも石垣で。ここが一番頂上の部分ね。汗止まんね。しかも無料だもんね。ビジネスっ気なさすぎだよ、沖縄の人。東京なんかすぐ金取るからね。何でも金取るから。あ、フォローありがとう、たくさん。みんなよろしく、沖縄楽しもうね。この感じいいよね。なんか、すごいいいよ。沖縄自体が世界遺産みたいなもんだからな。空やべえな。ありがとう、フォローありがとう。よろしくね。汗もずっとかいてて、びっちゃびちゃだよ。くっさいもん、もう。私も溶き汗です。うん。沖縄の現地の人も、今日は特に暑いんだって。なんかね、湿度がすごいから低温サウナで歩いてるみたいな。超低温サウナ、なんか低温サウナってあるじゃん、あれの空調が壊れたみたいな、なんかぬるいみたいな、自動っていう、今日今何度ぐらいあるんだろうね、わかんない。ただ湿度がすごい。まだ涼しいんだろう。うん、多分26度ぐらい？ 25、6 度、でも湿度がブワージメーっとしてる。絶景だな、マジで。絶景ですよ。絶景。わかりました。ん？敵対相手が。敵対？ゴサマルです。ん？ゴサマル？ゴサマル。ゴサマル。ゴ。ゴ。ゴサマル。ゴサマルと戦ったの？ゴサマルが、うん、向こうが？あっちです。ほー。見えるんだと思うんですけど、あれっすよね。わかんないけど。あ、ねえ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 。琉球王朝のとか、琉球の昔の服ってあるじゃないですか。琉装。琉装？あれを売ってる場所ってあります？売ってるのはないかな。ないんだ。でも借りはしますよ。借り、いや、あの、なんか、琉球の超古い、なんか、格好して歩きたい。それ良くない？昔の琉球の人の服とか売ってたら。売ってるところ、うん、あるのかな？あ、多分、郵送すると思いますけど。高そうだよ。高いですよね。多分、10万とか20万とかそういう世界だろうね。ジーパン失敗した、本当に。黒いシャツも全部失敗。生アセロラってあるんだ。うん。北部の方行ったら、アセロラが。ある。アセローラーって名前ですけど、アセロラ作ってるんですよね。気温27度、湿度 90%。それやばいわ。そりゃサウナだわ。降水確率 20%。やば。これか、湿度 90% ってなんだよ。聞いたことねえよ。
なんだ湿度 90%。 本当にサウナじゃねえかよ。ありがとう、調べてくれて。風があるから助かる。風が、風速は3メーターみたいですね。おはようくるみさん、クガゼーク、クガゼークってなんだろう。クガゼーク買えばいいのにって言われた。クガゼーク、いやもうサウナっす。おはよう。これがね、今ね、あのお城の跡、うん、丘みたいになってて、もう沖縄が全部見れる。ほら、沖縄の街が全部360度、お城の跡、海も暑い暑い。向こうの方の街もね、琉球王朝のシルバーアクセがあるんだ。へえ、それ欲しいんだけど、後で案内してよ。空やばいでしょ。空やばくない？もう俺ね、雲と空見てるだけでテンション上がんの。やばくない？これ。もう絵でしょ。ほら。絵でしょ。雲だけでかっこいいんだよ。わかりる？空やばいでしょ？言ってた意味わかるでしょ？今は画面で伝わってんの、この雲のかっこよさ。これさ、もうこれ、かっこよすぎるでしょ。俺いらない？わかった。ふざけんなよ。俺の放送だから。ふざけんなよ。CG みたいでしょ。すげえテンション上がんだよね。うん。やばいよ、これ。写真撮ろう。自撮りしよう、自撮り。本当だ、CG みたいだよ。CG みたい。ほらが。沖縄いいよ。沖縄いいよ。フォローありがとう。フォローありがとう。あっち。海水浴してる人いる？いないと思います。いない？まだ？え、でもこんだけ暑かったらもう入っていい、いいんじゃないですか、全然。フォローたくさんありがとう。沖縄の人が多いね、やっぱフォロワーさんね。なんか、コテハン見るとアセロラさんとかさ、ハイサイさんとか。わかりやすい。琉球親父とかね。取りまくるよ、そりゃ。シャンマン風に言うと？シャンマン。わかった。いや、いいがよ。ああ。焼き。けどまあ、お前そうちょっと待って、沖縄とちゃんまんのダミ声が合わなすぎてさ、なかなか入らないやん。おい見ろよ、おいやべえだろ、ああのけるけかって感じかな。そんなちゃんまん、ちゃんまん風に言うとね、やべえよっていう。すごい似てた。
いや、だからよ、あの、沖縄はよ、空がいいんだよ。なあ、便所太郎。おサウさん、やばいっすね。バイさん。超綺麗っすね。え、ビッグダディと友達なんですよ。ワンさん。綺麗っすね。ビッグダディって沖縄にいるんですか？ビッグダディは沖縄にいる、お店やってるみたいですよ。景色が綺麗なのに全員ダミ声っていう。また来たら警察呼ばれるんですかね。どこに行っても警察呼ばれちゃう人たちだから。絶対利用しない。ありがとうございます。那覇でジンギスカンの店やってた。はぁ、そうなんだ。あそこに牛かなんかがいます。え、牛かな。豚豚豚豚かな。だから話しがいな感じ。そうだ、今通ってきた道に、闘牛、闘牛、闘牛する牛が、へぇ、いる。え、沖縄って闘牛文化あるの？ある。へぇ、こんなでっかいんだよ。顔が。はい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 。なん、一トンとか。へぇ。で、私、散歩してたんですよ、おじさんが。はいはいはい。この闘牛を。闘牛を散歩させてんの。で、見たい。初めて見たから、声かけたんですよ。うん、すいませんって言って、お散歩してるんですかって言って。うん、そしたら姉ちゃん来なよみたいな感じで、なんか牛小屋とかに連れて行って、何匹かいて、まあまあコーヒー飲みなみたいな感じで、これは誰だ、いついつ何々と戦うんだとか、はぁ、あんま近づくなよみたいな感じでやられちゃうよ、蹴られたらもう死んじゃうよみたいな。多分この近くだったと思うんですよね。本当に大きいんですよ。顔がこのぐらいあって。へぇ、すごっ。まあまあまあ、闘牛だもんね。で、今はやってるのかな。何か所か闘牛場が。へぇ。やば。よし。よいしょ。行くか、次のところへ。もしよかったらアイテムお願いします。応援してくれる人、風船1個でもいいんで、頑張っていろんないい景色をハンティングしていくんで、よろしくお願いします。アイテム、よいしょ。あ、俺の前歩いた方がいい、映っちゃうから。ちょ、なんで俺の方全部逆。ありがとう、ハートありがとう、アイテムありがとう、風船ありがとうね、ありがとう、アヌンナギありがとうございます。旅配信は面白いよね。もう俺はギットギトだけどね、汗。バカありがとう、こういう味。アイテムありがとう。すごいよね。沖縄のこの景色でもこじるっていうね。配信者のこの強欲さ。バンデーゼルさんアイテムありがとう。ナオヤさんありがとう。琉球オエジさんありがとう。チェルシーさんありがとう。ひまわりさんありがとう。みんなアイテムありがとう。よいしょ。よいしょ。ありがとう、朝から。ちょっと階段がね。よいしょ。いや、いい景色でしょう。最高の景色でしょう。琉球王朝後でこじる。琉球王朝ではないらしい。こう、琉球王朝のライバル。琉球王朝戦ってた豪族みたいなところの城跡。沖縄に来た目的は別になくて、なんか、楽しいからっていう。あんまり目的とかないよ、あ、花火ありがとう、チョコミント。ありがとう、ふわふわさんありがとう。ゆうさんあんまないよ、目的とか。楽しみたいだけ。俺は。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうのが俺のライフスタイルね。覚えといて。手すり、やっぱ昔の階段だからね。結構登ったよ。暑い。
金梅さん、いや、目的っていうか仲間と楽しみたいだけでしょ。みんなそうだよ。リスナーさんとか配信者仲間とかで、こう、楽しみたいだけよ。目的がある配信者っているのかな？まあ、あとはその現地の人に出会いたいとか、俺は配信で億万長者になりたいから、いろんなリスナーさんにフォローされたいっていう。風は生ぬるいね。正直。うわ、すごいすごい。みんな、壁が侵食してる木で。すごくない？これ。ほら、壁画みたいになってる。また、この柵、雑だな、これ。この柵。雑。入れるから、これ。入らせたくないのか、入らせたいのか、どっちなのか、はっきりしてほしい。これ雑じゃない？この置き方。この、この感じすげえ笑えるんだけど、俺こういう沖縄の雑なところ好きなんだけど。これ意味ある？あれ。鉄パイプ。入らせたいのか、入らせたくないのか、本当に雑。いや、楽しいでしょ。暑いけどね、ひたすら。ひたすら暑いけど、楽しいよ。暑い。海。セミがすげえな。とにかく風呂入りたい。ただ置いてる感。この、世界遺産に雑。世界遺産の扱い方めちゃくちゃ雑。うん、泳ぐよ。そうそう。あ、まだ白い鳩まだいたんだけど。かわいいこいつ。鳩だよね、これ。多分。うん、湿度 90% だよ、今。もう本当にサウナだよ。おはよう。おはようございます。マジでずーっと沖縄に、今日はもう暑いらしい。だってみんな暑いって言ってるもん、沖縄の現地の人が。そう、蒸し暑い、ゆうさん。90% で27度はきついって。なんかもう、ムレムレ。そうそうそう、カツレン城跡。ブルーさんおはよう。なん来るないさ。あ、危ねえな、滑った。なんだろう、お線香の匂いした。ん？なんか火薬の匂いしない？なんだ？火薬の匂いがする。あ、煙だ。あそこだ。え、これ火事じゃないの？煙火事でしょ、あれ。あれ火事でしょ。あれ。あれ煙、あれ火事じゃね？うん。だって、すごい煙出てるよ。何の施設だろう。なんだろう、あれ。すごい煙が出てて、火薬の匂いがすんの。あれ、火事でしょ、多分。あの、駐車場がいっぱいあるホテル。大丈夫かな？ホテル絶対燃えてるよ、これ。ここまで届くんだよ、だって。やばいでしょ。いや、ホテルから煙がすげえ上がってんの。で、火薬みたいな匂いがしたから。うわ、危ない、危ない。滑る。死ぬ。これ手すりないと危ねえな。デイゴの木のね。よいしょ。野焼き？中チャンプルいらっしゃい。スープかな？大丈夫かな？すげえ、煙の匂いするんだよね。俺、匂い敏感じゃないの？の相当強いよ。オッケー、ありがとう、ブルーさん。ぐっすり寝れたんじゃなくて、沖縄着いてからずっと起きてるわ、俺。あっちあっち。とりあえずホテルにチェックインしてシャワーを浴びたいけどまだなんだよね。
電波ちょっと途切れるよ、こっから。あー、黒い煙じゃなかったね。白い煙だった。さあ大丈夫か。まだ、あれなんだ、生木燃やす文化あるんだ。東京だともう焚き火やってたらもう一発アウトだよ。あの、ゴミ燃やしても何燃やしても。でも田舎の方だから許されてるんだよね。セミすごい鳴いてるよ。あ、ジーパンがきつい。沖縄夏だよ、もう27、今現時点で27度、湿度 90%。もうジーパンムレムレ。フォローありがとね、たくさん。みんなありがとう、フォロー。おはよう、てっちゃん。ぜひぜひ、初見さんフォローしてください。沖縄旅、初日です。短パン持ってきてない、何にも。てっちゃんおはよう。ルートビア大好きだよ、俺。のどかだよ。いや、ここありがとう。よかったわ、映して。最高だった。ねえ、よかったね、みんなね。鳥ぞうり？島ぞうり？買ってない。島ぞうりって B さんのこと？ B さんのこと。あー。アロハシャツね。つ。これ痩せるぞ、沖縄いる間に。痩せない。痩せないの？飲んじゃうよ、多分。え、お酒をってこと、うん、俺お酒飲まないの、普段。あ、そうなの？そうそう。まあ、オリオンビールは飲もうと思ってるけど。うん、でもこれビールガンガン飲みたくなる気持ちわかるわ、うんうん。大丈夫？うん。何だろうね。葉っぱか。セミガン鳴き。地元の人長袖？いや、長袖の人あんまいないね、今日は。今日長袖倒れるよ、多分。でも長袖、うん、そうそう、地元の人が、要は観光スポットにあんまり乗ってないスポットを教えてくれてんの。あの、本当はここ綺麗なのにっていう。距離的な問題であったりとか、その、車の問題であったりとか、その、ディープなスポットに連れてきてくれてる。どうなんだろうね。本土にいないセミとかもいるのかな？わかんない。鍾乳洞もあんだ。俺、引きこもりだけどアクティブなんだよ。これ今のはグスクっていうのかな？グスク入り口って書いてある。知らぬことを。グスクっていうの。ほう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 。だから、国連上級なんだけど、グスクっていうの。ほう。うーん、わかんないね。もうでも、リスナーさんが今日夜車で迎えに来てくれて、案内してくれてるから、あんまり、もうそろそろどっかで降ろしてもらおうと思う。うん。つい。え？なんか来た。焼けたよ。焼けてるでしょ。
願いします。あれですかね、うん、あ、ホテルに向かったらチェックインできるんです。できます、できます。じゃあお願いします。大丈夫ですか。ぜひぜひ。道中で何か見たいものがあったら、うん、ありがとう。夕方までに寝れれば大丈夫、うん、え、夕方から夜勤って大丈夫。夕方に、夕方に寝て、うんうん、ショートスリーパーじゃなくて、12時から朝の9時までなんで、夜中の12時から朝の9時までなんで。なるほどなるほど、はい、じゃあ3時とか4時とかに寝るんだ。寝る時間はたっぷりある。大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、よいしょ。戻りましょうか。耳がーなの、耳がーなの、耳がー、ミミンガじゃないでしょ。そんななんかロボットの名前みたいな。ミミンガ X とかそういう感じになっちゃった。ミミンガ Z とか。ミミンガ RX とかさ。ミミガです。ミミガだよね。うわー天気やば。もう空がかっこいい。いや、マジで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 。空がいちいちね、もうラッセンの絵みたいなの。わかるっしょ、でも。空がもうただの風景なのに絵みたいなんだよ。これね、もう現地の人は当たり前なのかもしんないけど、俺ら空見るだけでもう沖縄って感じするよね。初見さんいらっしゃいらバンドピースさん。もしよかったらフォローしてください。いや、空がかっこいいでしょ。うん。うん。あ、ありがとう。汗をするか分かんないけど、うん。ごめん。ありがとう。気遣ってくれて。うん。ありがとう。汚くないですか？うん。ああ、もう全然全然。すいません。2階ね。空かっこいいよね。やばいでしょ？うん。あ、ステイルお帰り。しましょう。限界だから寝てた。寝ていいよ、全然。沖縄全然放送。もうしばらくやるから、沖縄。うん。このまま住んじゃうかもしんないよね。このまま新宿に家借りたままもう沖縄で点々と。でもね、沖縄にいたら簡単に簡単にほら、うん、飛行機乗らないとどこも行けないじゃないですか、うん、ああそっかそっか。だから 不便なんですよね。ああ行く続きがいいなと思って。おお、住むには別に全然、うん、ねえ。でも東京、私東京とか行ったことないんですけど。はいはいはい。東京の配信は怖いです。東京怖いっていうかね、擦れてる人が。あ、そうなんですか、うん、なんか、うん、歩く速さも怖いし。あ、はい、もうね、あ、猫死んじゃったらかわいそう。かわいそう、怖いし。アイテムありがとう。大阪は行けるんですけど、うん、大阪の人が冷たいってもうギスギスしてるっていうぐらい。だからなんか、うん、東京はね、なんかね、殺伐としてる、カオス、本当に。俺は苦手。ただお金を持ったり野心を持ってる人で成功したらもう手に入らないものがない街だから。そうですよね。そう、もうそれこそ100万ドルの夜景みたいなのも自宅からタワマンで。でもなんか俺は合ってないな。東京がですか？東京苦手よ。東京はちょっと特殊だよね、なんかルールが。で、東京の人がっていうわけじゃないんですよ、それって。地方から集まってきた人だから、もうみんな疑心暗鬼みたいな。東京にいるんですけど、うん、1回だけですね、行ったのは、うん、こんにちはって言葉は街中で聞こえないですもん。え、そうなんですか？絶対ないですよ。さっきのおばちゃんみたいに、うん、おはようございますとかないっす。もう会釈、軽く会釈があるかないかっすもん。そんな感じだよね。なんか、もうとにかく全員他人みたいな。私、生まれたとこが石川県じゃないですか、うん、で田舎なんですよ、うん、
で、むしろ那覇の方が都会で。で、あ、そっか。そういうことか。はい。だからもう全然、で、奈良の方にお嫁に行ってたんですよ。ほう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 。で、田舎じゃないですか、奈良も。うん。田舎しか、なるほど、なるほど。ないんですよね。なるほど。沖縄の人は特に人がいいから、話しかけたら絶対返してくれるし。まあ、適当な人もいますよ。うん。あ、まあ、まあね。でもそれがいいのかなみたいな。うん。東京都民なのだけどアパートの人とすれ違っても挨拶したことないって。あ、でも自分もないですよ、うん、なんか合わないし、うん、アパート安いですよ。いくらぐらいなんですか。自分の住んでるとこ、うん、1K なんですけど、うん、3万8000円安い。でもあれでしょ、6畳とかじゃないでしょ、もっと広いでしょ。10畳ぐらいあるでしょ。10畳はないけど8、9ぐらい、そのぐらいですか。安い。あ、そんなに7畳はでも1人なので、うん、もう十分です。十分な感じです。安いんですよ。だから家賃に、うん、で実家の方は家だったから持ち家だから、うん、払ったことないじゃないですか。だから、なんか都会の人ってなんか、うん、家賃8万とか10万とかって新宿のね、俺の住んでるエリア、俺6万なんだけど、あの汚い部屋で、あそこら辺って 1K で、うん、ほんと7畳ぐらいで14万とか。マンション。私の給料が。ほんと狂ってる。で、高い部屋だと、30万とか。もう、キリがない60万とか。もう狂ってるなって思う。でも、沖縄ってなんか物価安そうな感じじゃないですか。うん、イメージはね、うん。そんなことないんですよ。物価高いの？物価っていうか、なんかもう、この、食料品は、うん、特に野菜、うん、多分空輸で来るんだと思うんですけど、ね、なるほど。で、高いんですよ。そうだ、野菜絶対高いわ。東京とかはどうかわかんないですけど、私は田舎から田舎を渡り歩いてるんで、うん、特に石川県なんて米どころじゃないですか。そうだ。で、10キロで3000いくらなのに、こっち5キロで2500円とかなんですよ、うん、東京は安い米で5キロいくらだろう、2500円とかするよ、やっぱり。3000円とか10キロ単位で売ってるものだと思ってて5キロしかないって思って、うん、で、と思って、うん、そこでもう、で、本当にこの辺りに住んでたんです、最初、うん、で、私、弟がここに住んでて、最初弟のところに、はい、一緒に住んでたんですけど、うん、なんか、那覇に住んでると思ってたんですよ、ずっと自分が弟が、うん、で、空港着いて、うん、車に乗ったら、うん、いつまでも走ってるんですよねで、え、あんたどこに行くのって言ったら、うん、車市って言うから、うん、どこって、ね、どこみたいな那覇と、うん、名護しか知らなかったんですよ、うん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 、どこそこって言ってで、なんか友達とかにも何も言わなくて来ちゃったん で、ね、で、こっちに住むってなってから言ったら、うん、どこそれみたいな俺もだってうるまっていう言葉を今日知ったもん。あー、なんか最近でもないけど、うん、そんな昔じゃない時に合併したみたいな。本当はここは牛川ってて、みんな牛川ってて。牛川。牛川っていうのもなんか、具志堅用高みたいで、最初、うん、は？何なのそれ？え、そんな、そんな名前があるのとか思ったんですけど。もう具志でね。具志でね。うん、武士っていうとこもあるんですか。あ、それはそれであるんだ。はい。武士ちゃんとか、武士に頭とか武士ちゃんとか。沖縄のお墓っていうのはなんか、ああ、
一箇所に集まってる感じなの？それとも点々といろいろあるの？山、山の方向に、うん、あ、や、山のこの、なんていうんですか、丘みたいな、丘のところにこう立ってる、多分通ると思うんですよね、こう走ってたら。何箇所もあんの、それが、その本堂の中に、うんうん、でもなんかちょっと山の方に固まってるのかな。なるほど。大きい墓はもうとても大きいし、だからほらなんかあの、うん、さっき焼き土して男の人が、うん、シーミーって言ってたの覚えてますか？うん、シーミー、あの清に、うん、明るいに、はいはいはい、祭りって書いてシーミーって、シーミー祭って言うんですけど、うんうんうん、これはなんかあの お彼岸みたいな感じの、年に1回あるの、はい、4月から5月の間に、うんうんうん、でそうなるとお墓のあるところに車がいっぱい止まってて、土日とかなったらなんかどんちゃん騒ぎ、どんちゃん騒ぎは見たことないんですけど、でもだんだんなんか今あの、うん、あのな墓地公園みたいなのが増えてきてて、墓地公園、あのメモリアルパークみたいな、生からマーカイガ、あ、今からどこ行くの、ああ、違う、マーカイガ、あの合ってますか、生からマーカイガ合ってる、あ、多分合ってると思う、時系列的に、ホテル、青森と三線と夜通し宴会のイメージ、俺もそんな感じ、あの国際通りとか行ったらほら、うん、島歌ライブとか、おお、行けばよかったのに、島歌ライブ3000円しか持ってなかったの俺そうで、私行こうと思って、うん、財布見たら1000円しか入ってなかったんですよ , 笑うよねいや、なんか昨日のうちになんか、うん、あの何、光熱費とか全部払っちゃって、はいはいはい、で、うん、2時までじゃないですか、コンビニも、はい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 、一応やってみようと思ってコンビニ寄ったんですけど、うん、やっぱダメだと思ってどうしようラオさんいらっしゃい、お弁当持ってお墓参りを着な、ねえ、そういうのいいよね、そこでご飯食べるっていう、うん、だから自分はほらそういうのがないので、うん、うんうんうん、なんかいいなと思って、あ、そっかそっか、うん、なんかなんで沖縄に生まれなかったんだろうみたいな、あ、もうそれくらい好き、はい、うん、なんか方言喋りたいんですよ、お、覚えればいいんじゃないの、いや、覚えても、うん、やっぱ出てこないんですよね、あの、なんていうの、10年いて確かに標準語ってことは、標準語ではないですよ、あの普段、うん、うんうん、やっぱり訛りとか、うん、イントネーションがね、映ってくるんで、うん、どっち、どう行ったらいいのかな、まっすぐかな、うん、おはようみんな、沖縄ナウです、もしよかったら初見さんをフォローしてください、どっちから行こうかな、ここはアゲナっていう、アゲナ、アゲナ、今沖縄だよ、沖縄今すごい、結構いい、いい放送ですよ今日は、本当に朝からね、うん、朝から野宿っていうかね、ずっとねもう案内してもらっていいもうなんかお城の跡とか今、あとあれミウル見てたっけ、あのなんだっけ、ギバさん、なんだっけ、ギマさん、ギマさんだ、ギマさん見てた、ミウル結構面白かったよ、ギマさんの回、あれ俺動画で振り返りたいもん、ヒカル君は屋久島でしょ、鹿児島の方行くんでしょ、ん、屋久島って鹿児島だよね、うん、うん、鹿児島から、うん、また何かいいんですか、あ、でも飛行場も見てない、
でもなんか歩いて8時間とか言ってた。ああ、もうなんか山登りらしいですよ。で、しかも電波があるか舗装は一切ないっていう苦行だろ、それ動画でやるかも。ああ、関西人が標準語喋ると気持ち悪い、そんな感じなんかな。どうなんだろう、そうじゃないと思うよ。キマサブロー試験は面白かったよね。沖縄でも、今の若い子は方言がわからないって言ってた。あ、確かに、さっき、あの、うん、その話になった。うん。だから子供にバカにされるっていう。わかんないって言って。うん。なくなっちゃうのかな、こういう文化も。私と同じ年の人がいるんだけど、うん、おばあちゃんが何か言ってるのがわかんないって。あ、私に聞いてくでも、本当にばあちゃん与那国なんですよ。あ、だからそうなんですか。僕ばあちゃん与那国です。だから与那国ってさらに本土の、あの本島の人もわかんないじゃないですか、うん、もう本当に、なんて言うんだろう、宇宙人が喋ってるみたいですよ。映画で言うみたいな、何言ってんのみたいな、さあさあみたいな、なんか宮古島の人は何言ってるかわかんないです。あ、宮古島ですにもわかんないんだ、はい、ああの、宮古島からこっちに移り住んできた人なんかは、うん、家族がほら、うん、あの老人ホームだから面会に来ると、うん、宮古島の言葉で喋るじゃないですか。何言ってるのかわかんない。なるほど。ザーカイガしかわかんない。ザーカイガどこ行くのって。ああ。ああ、そうだね。新潟とか秋田とかもそうだよね。でもそういう文化は残すべきだと思うんだけども、しょうがないんだろうね、言語は。テレビとかネットとかでさ、でも結構ほら、あの沖縄の芸人さんとかが頑張って なんとかさーとかって。でもさーって方言なのかで、まあ方言なんだけど、なんか本当の方言じゃないじゃないですか。現地の昔。でもえ、サーも言わないの？サーは言うでしょ。あのサーじゃないな。なんとかサーって。そうじゃないさ。うん、そうじゃないさ。なんでよ、とかって。あと、なんか、目上の、女性が目上の女性に対して、姉さん、姉さんとか、姉さんみたいな。ねうん、なんか姉さんっていうイメージがあるんですよ。お年寄りに対しては、うんじゅって言うんですよ。うんじゅ。うん。うんじゅなんとか、なんとか。私は使えないですけど、ね。あ、ねえねえも言う。ねえねえ、に、にねえ。あのねえねえ、誰かわかるみたいな。なんか沖縄の言葉可愛らしいよ、すごい。なんかマイルドで柔らかいから、その気性に合ってるよね、沖縄の言葉。うん、ネーネーズ。ネーネーズの CD あったよ、家に。わかんない、俺は。沖縄って人口どれくらいいるの？わかんない。そうなんだ。調べて。寝てないよ。寝てないっていうか、起きて、あの、来たから、昼夜逆転してんのよ、俺。ミュールが起こしてくれたじゃん。あ、でもそろそろもう結構経つか。眠たくないです。うん、眠たくない。全然。これ大体24時間起きて、10時間、12時間寝るっていうのが、サイクル的に合ってる。12時間も眠れるんだ。
逆に12時間寝ないと頭おかしくなっちゃうんですよ。そうなんですか。最高1回も起きない36時間寝たことある。もうだから親に怒られたんですよ。死んでるみたいな。そう、夏休みの時にあんた昨日どこ行ってたんだよって言われて、いや寝てたけどとか、何言ってんのこのバーバーと思って、で新聞見ても違和感あるし、テレビ見ても違和感あって、なんか変だなと思って、やたら喉乾くなと思ったら丸1日なくなってたっていう。だんだん眠れなくなりますよ。いやーでも睡眠は超ロングスイーパーです僕。あー羨ましい、私最高最高っていうか、6時間しか眠れません。あ、6時間しか寝れない、はい、でもショートスリーパーの方がなんか人生長くなるような気がして羨ましいけど、でもなんか中途半端に起きるとなんかあーってなっちゃうんですよ。なんかすればいいんだけど、そこで生放送ですよ暇つぶしに最適もう何店がやってない時間に我々が暇をつぶすわけですよ。ちょっと行ったよ。やってるよ。おはようベギラゴン。昨日面白かったねベギラゴン。サタンの観覧車が面白いんだ。多分下っていったら、いいんじゃない。でもサタンの今もなんか観光化されてるんだけど、結構店とか面白いですよ。サタンの。なんかちょっと入り組んだ感じにわざと作ってあって。でもなんかそれでそのなんか外じゃないの。反対側にビーチがあるんですよ。何ビーチかな。モノレール乗ったよ。ここから、県庁前まで乗ったことない。沖縄は車がないとちょっと、いや助かりました本当に、ありがとうございます。おはよう。お父さんに会えてよかったです。あ、嬉しい、本当にそう言っていただけて。覚えてもらえるっていうのが嬉しいですよ。あとはやっぱその思い入れもね、リスナーさん一人、今までコテハンでどういう会話したとかの思い入れがあったけど、会うともうなんか全然違うから、そう、だから一人一人に会っていろんな思い出一緒にこうなんか動画とかもなるじゃないですか、僕の場合 YouTube とかに。だから、あの時何年前誰々とこうしたなとか。昨日はベギラゴンが MVP だよね。わかる。MVP ベギラゴンだよ。これはゴルフ打ちっぱなし。ゴルフ場とかもあるの？ありますよ。南部の方とかほら、なんかよくやってるじゃないですか。花火ありがとう、ブーンさん。ブーンさん、花火ありがとう。ブーン。ありがとう。日焼けアートね。修正液とかね、ホワイトマーカーとかね。え、今日で日焼けしたわけじゃないですよね。まあ、今日っていうか太陽この数時間で、でも日焼けしたかもしれないちょっと、でも旅配信やってたんですよ捨て頃の前。あ、そうなんですか。だからそれでもだいぶ焼けて、でも焼いてきますよ僕。ダイビングとかしないんですか。海、青の洞窟、はいはい、でなんかやるかも。シュノーケル前田岬のかな。青の洞窟は必ず行こうって、もうシャンピンと言ってて。男2人でな。大丈夫ですよ。12月でもできるぐらいだから。12月で海入れるの？はい。12月に自分の友達が石川県から来たんですよ。家族連れで。で、
私も行くって言って、私はまあ、あの入ってはないんですけど、はいはい、赤ちゃんがいたんで、うん、この友達と赤ちゃんと、うん、私とで、へー、かき氷を食べに行って。おはよう、ブンさん。ありがとうね、花火。にゃこおはよう。白海も行くよ。いろんなところ行くから。沖縄を知り尽くした配信者になるから。ヘド岬とか。ヘド岬。一番奥。奥。奥っていうか、上。なんか芸能人が宮古島にはまるのはなんでなの？逆に。あ、ジュニアとかですか？ジュニアとか、島田紳助とか、まっちゃんとか。宮古島は海がとにかく綺麗なんです。私行ったことないんですよ。石垣島はあるんですけど、うん、弟が住んでて、うん、あの仕事が移動になったんで何年か住んでたんですよ。うん、何もないけど、うん、とにかく海は綺麗って言って。ああ、俺景色ハンターなのよ。で、あの都会のなんか歓楽街とかよりも海とか空とかが好きなの。あの遺跡っぽいところとか廃墟とか。廃墟廃墟とか良くないですか？なんかヤンバルにあるみたいですよ、廃墟。大学の近くに。どこかわかんないけど。旅費6万ぐらいに跳ね上がるんだ。まあそうだよね。俺のイメージだから往復8万ぐらいかかるイメージだもん、沖縄って。旅行しようと思ったら。だから片道1万1000円だよ。安っ。びっくりしたよ、ほんと。需要があるんですね。もう満席でした、でも。180席。誰かと一緒にまとまってこようと思ったら、やっぱもう、あれですよね、多分。ポンって一人で来たら、シュッて入れるから安いので、来れる。あ、でも予約1週間2週間前にやって座席は結構空いてたかもしんない。平日は安いとか、あ、もうあると思う。シーズンオフだったっていう。でも3品はもっと安くて、往復で買ったら、うん、往復で1万7800円だったとか言ってましたよ。すげえ金持ちなのに。え、でも3品苦労してるもん。あ、そうなんですか。最近100万、知らないんですよ、苦労してる。最近100万超えたけど、本当に捨て頃始まる前なんか、月6万とかでしたよ、生活してるの。え、そうなんですか？そうそうそう。みんな人気配信者だと思ってるけど、違う、すごい苦労してて、バイトしながら配信やってたりとか、最近調子がすごい。でもなんか一生懸命なんか、このステッカーを、郵送したりね。郵送したりの配信。なんか、ただ何、なんていうの？何かをやってるみたいな。ああ、ね。で、なんかそんなすごいなんか、金梅さんみたいになんか、金梅さんはだってもう。発想が面白いとかじゃないけど、でも安定して見れる、和道さんもんだけど、まったりね。で、情報とかもそれなりに入ってきて、みたいな。シャンピオタイプ似てるかもしれない、客層違うけど。顔がちょっと怖い。ちょっとやんちゃ顔だよね。あいつ25だよ、まだ。だからね、びっくりする。おっさんだよね。やっちゃさんとか。ツイッターいいでしょ、写真。あ、あれだよ、録画。そうだよね。ん？ツイッター？ツイッター、海の写真。海の写真すごく良かったよ。あの、もしよかったらあのタイムシフト見たら、道路海岸沿いブワーって走る、撮ったから。配信楽しそうですね。辛いこともありそうで。今は、もう楽しくて楽しくてしょうがなくなったけど、もうなんだろう、ニコ生の時代は、辛くて辛くてしょうがない時期もあった。ニコ生、もうやめようって何回も思った。全然稼げなかったし。ニコ生って、あれ、自分でお金払って。そうだよ、そう。やってたんです。やるんですよね。そう。で、1円も入りはしないから、収入的に。なんか払い続けるだけ。でもなんか人気が出たら、他からオファーが来る。
いやお前もう本当に囲いの人とかが銀行に振り込んでくれて生計を立てられる人、まあ立てられてる人はほとんどいない。それでも小遣いもらったりとかバイトしながらとか、そうだよ、ずっとだよ、見える。じゃあフォッチとかすごいいいシステムじゃないですか。だからもう画期的っていうか、だって人数がそんなにいなくても、100万稼ぐというアイテムを投げてくれるリスナーさんを掴んでおけば、それなりに。ねえ、いやだからもう本当、ちょっと待って、ここどこ、ちょっと一旦止まっていいよ、どこにいるか確認していいですか。もちろんもちろん。どこに行きたいんでしたっけ。住所言った方がいいのかな。あ、私あの検索してあの地図に OK です。ちょっとこの人出たいんだな、どうしよう。私があっちに行けば。フォローありがとう、リスナーさん、フォローありがとうございます。おはよう、リュウホーデスマス、おはよう。ツイッターもフォローありがとうね。ツイッターもフォローありがとう。リツイートありがとう、みんな。沖縄の朝焼け、あの、全部映してるからね。もう近いかもしれない。本当っすか。あ、本当。うん、あっちゃんありがとう。でも車で来るんですよね、うんうん、ジャンピーは。
昼はもう車で来ると思う、多分。じゃあもう、あ、そっか。曲がるんですよね、あ、曲がる。多分右に曲がるんだと思う。さっき見えてたのが多分あれです。ああ。あ、なんかいいな。うーん、いや沖縄いいな空。いやもう空フェチなんですよ僕。自然フェチっていうか最高。ピーカンですよ、ピーカン。そうそう、もうずっと案内していただいて、ドライブで。昨日、一昨日ぐらい雨だったんですよ。すごい。漁港が、うん、刺身とか。これは大学平和なんだ、市役所。ここはなんかあれ、あれじゃないですか。場所特定があるからごめんね。あのよくさ、飯食ってるとどこって聞く人いるんだけど、もうね、俺も言いたいのよ。言いたいんだけど、ホテルどこって聞くのとかもう答えられない今後は。そう、空がかっこよすぎるんだよ本当に。空が異常にかっこいい。これで見えるか。あ、いや合ってるじゃないですか、青いルートそのまんまなんで。沖縄の空は最高だよ。あの2階建ての建物少ないのもいい。あの一軒家の平屋が多い、うん、夜空綺麗らしいよ、うん、あ、沖縄っぽい家だ。嬉しいんだよね。旅配信やっぱいいよって。旅行っても来たいね。旅旅はいいよ。どん丸あるんだ。おはよう、パマ、おはよう。小学生とか中学生いっぱいいる。そうそう、なんかその現地の人に聞くようにしてる。どこを見に行った方がいいのかっていうのは、地元の人の方がその本当にいいところ知ってるから。結構声かけてきません？一人でいたら。そんなことないんですか？あ、うん、そんなでもないっていうか、夜だったから、あ、そっか、うん、着いたのが。
さんとかと話すと面白いですか？うん、おばさん、おばあちゃん、電源落ちるかな。あ、大丈夫です。うん、止まりますか？俺の人生で予定一切組んだことがない。あ、止まらなくていいです、大丈夫です。ごめんなさい、これで全然僕見えてなくて。これ、え、なんだこれ、いや、道間違えてる、間違えちゃったね。ちょっとどっか曲がりだったのかもしれないです。ごめんなさい。え、折り返す、僕持ってましょうか、これ持ってってください。うん、あれ、消えちゃった。あ、ごめんなさい、多分、あ、後ろっすね、後ろですね。うん、ちょっと、手書きの看板とか見て、うん、なんかよくあんなの張り紙とか、張り紙っていうかあんな下貼ってあるんですけど、うん、手書きが多いんですよ、うん、沖縄、うん、同窓会みたいなとか貼るの、ああいうところに、うん、勝手に貼るの、勝手にっていうか貼るところが多分決まってて、うん、何々中学校、何期生、同窓会いついつやりますみたいな。でもそれ別に町に言う必要ないよね。こんな告知して、うん、それはその人たちに手紙送ればいいだけなのにっていう。そうそうそう、でもなんかそういう文化みたいな。文化なんだ。一回まっすぐ行って、ちょっとどっかで曲がる、うん。いや、曲がるところここか。ここ。そこ行けばいい。そうですね、右で。スマホってすごい、すごい、ナビいらないんだもんね。ここ左、すごいよ。どっかに入るところ、ずっとまっすぐ行って、で、まっすぐですね、まっすぐで、ここを左かな。もうちょい先だ。ここだ。ここ。あ、ここだ。ありがとうございます。あ、こんなとこにあるんですね。ですね。ちょっと音切るね、一回。あの、いただいま、あ、本当だ、オッケーです。どっちとおるだっけ、これか、どっちも、どっちも、うん、届きます。あ、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、うん、ありがとうございます。はい、うん、ありが
あーもう本当に助かりました。またぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします、うん。ありがとうございます。お気をつけて帰ってください。あと夜勤頑張ってください。おいっす。了解です。見えてる？ありがとう。うん、ありがとうございます。じゃあプラプラ散歩しようか。よいしょ。どうする？海岸でオリオンビールでも飲んでる。いえ、みんないい人だね。うん。ここはね、ごめん。今いる場所はあんまり言えないな。ごめんね。うん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。